立憲民主党小泉健太代表に聞きにくいことを聞いてみた。シリーズ。今回ちょっと政策的なところで聞きにくいことを聞いてみようと思います。今、インフレ物価高でございます。うん、国民生活は非常にね。苦しい中でま核、あ、とあるし、ばらまき合戦。うん、まあでね。あの減税合戦みたいになっているというところでですね。ちょっと立憲民主党スタンス分かりづらいなと、うん、補助金なのかな。減税なのかな？それともお札するのかな？みたいな中で。 立憲民主党どうするのかという質問があるわけなんですがいかがでございましょうか立憲民主党は国民の見入りを増やすだからやっぱり賃上げものすごい大事ですね賃上げが大事なんだけどアベノミクスの10年間でもそうだしこの30年間も全然賃上げがなされてこなかったわけですよねお給料伸びなかったわけですよだからやっぱりこのね賃上げを物価高以上の水準にしていくこれがもう絶対大事 それがないと生活減ってきますからねで一方で国民の金融資産が2,000兆円を超えたって聞いたことあるじゃないですか。ってことはそれだけ格差が広がってるっていうことなんですよね。だからやっぱりこう税制を変えていかなきゃいけない立憲民主党はこの平成の30年間でいうと消費税率がどんどん上がって所得税率と法人税率がこう下がってきた税収もそうですで逆転現象になってるこれはちょっと行き過ぎたと思ってるんで、まあ、法人税とか所得税とか金融所得課税 やっぱりそういうところは大納負担で能力のある人にもうちょっと負担していただくようなそんな税制に変えていきたいと思います。この賃上げと税制改革、立憲民主党は訴えてます。補助金もそれは必要な補助金ありますよね。全部ダメなんてことはない。さら、うん、に必要な補助金は出したらいいと思うんですけれども、うんうん、今の代表の話の中には補助金も減税もなかったんですが、すそれは別にしないという意味じゃなくて、あそうですね。やっぱりそれが減税はねありますよね。でもそれが王道じゃなくて、うんうん、メインは賃上げだと。そうですね。やっぱり賃上げものすごい大事で賃上げが 達成できない状況だとやっっぱり給付も必要になってくるわけですよね、はい、でその中ではこれまで立憲民主党は低所得世帯に対する給付だとかあと児童手当をねまもっと増やしていこうということを立憲民主党としては訴えているし今回政府がようやくあの実現したけど児童手当の所得制限撤廃もこれはもう立憲民主党がずっと言ってきたことでようやく10年後に政府が聞いてくれたってことなので。 これ立憲民主党としては、この子供若者世代とか教育の補助だとか。これ給食費の無償化もそうなんですけど、そういうことは僕ら給付としてあのやっていきたいというのがありますよね。あとは最近もちょっと地方行ったんですけど、ガソリンの値段が本当に高いじゃないですか？はい、あるスタンドでもうね。200円超えてるところもあるし、もうギリギリっていうところもあってで、これは政府は元売り補助金を出して。 それでどれぐらい反映されるか分からないっていう仕組みになってるんだけど立憲民主党の場合はトリガーを凍結解除っていうのをやるので25円ガソリン価格を下げるっていうやり方これ、減税ですからこういうこともやって生活支援をする、まあ、そんな政策を訴えています、はい、でここで減税きましたから、はい、ちょっと聞きづらいことを聞かせていただきたいんですけれども、はい、まあ党内でも、ね、これ議論分かれてるのであの党の見解され無理だと思うんですが、はい、代表個人としてですね 消費税5%への次元減税、うん、どうお考えなのかおおお聞くださいこれはね、はい、あのずっと言ってきたで特にこの前の参議院選挙でもコロナで消費がとにかく下がってるので消費税を次元減税しましょうって言ってきたんですねで一方で今確かにコロナからまああのある意味経済が回復していく局面で消費がずっと伸びていて。 国の税収も上がってきているので今その論理理屈では減税ととといいいいううのはちょっっ言いにくくなっているというところがありますもともと次元って言っていたのでじゃあさらにその格差を是正していくだとかっていうことを考えると僕らは一つはです、ね、給付付き税額控除消費税率は確かに今のままだけどその低所得の方で消費税の負担感が高い方々に還付をするこれをすることによって その皆さんの生活を支えようっていう政策を一つ出しているということそしてもう一つはその消費税で生活で大変だという方々に対する社会保障制度もちゃんと整えていくためにもやっぱりこのお金を持っている方々年収1億円の壁とかそういうような1億円をオーバーしているような方々に対する課税っていうのはやっぱり強化をして国の税収にして社会保障だとか教育に使っていくそういう再分配はやっていきたいですね。 はい、ちゃんと真面目に愚直にやっていこうっていうのは話じゃないですか、はい、なんかこれ一発でやるとかじゃなくてうん、うん、税金の,あのきちんと困ってる人にも手当てをしながらでもまあ税金なんかの歪みもちゃんと直していってそして賃上げをしていくみたいなそういう愚直な政策だと思うんですよね、はいうん、でその中で、まあ、聞きにくいこと聞いてみたシリーズなのでちょっと大きな質問をしてみるとですね、はい、一発逆転の究極政策アベノミクスについてどう考えでしょうかあこれはあの アベノミクスってある意味やっぱり抜けきれなないトンネル政策なんですよね確かに金融を緩和して、まあ、どん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 トンネルを掘っていったんですけどもう抜けきれない後戻りがすごくしにくいものを作ってしまったななかなかこう金融緩和をやめるって言いいにくいわけですよねでも今の株価も経済の実態を表していないんじゃないかっていうことを随分言われているしそして国民の皆さんがまあ金利は低いし もうおそらく利利息でで失っている利益っているる益うのもたくさんあるわけですよねでそういった意味ではこの円安だとか低金利っていうのもあまりに長く続くと経済の歪みが生まれてくるので僕らはやっぱり出口戦略が必要だと必ず市場とは対話をするっていう言い方をするんですけど無理はしちゃいけないむちゃくちゃはしちゃいけないけども現実的にアベノミクスから脱却をしていって正常な経済に戻していくっていうことは絶対に必要だっていうのは これ多分各政党の中で立憲民主党だけがちゃんと言っている。はい。実はそのちゃんと言っているのに私も政策に皆さん政策に。そうですよね。<laughs> もう代表にご理解いただいてありがたいです。とんでもないです。とんでもないです。僕が言い足りなかったことはありませんか。いやいやもうっおっしゃった通りでございまして。<laughs> でも本当に最後まとめるとですね。やっぱり我々はそのそもそも政策って派手なものってあんまり。ね。うんうん、ありえないじゃないですか。うん、で派手なことは言わないけれども。ちゃんと今の経済の現実に即して。 アベノミクスの出口も探るし、困ってる人はもちろん手を差し伸べるし、歪みも変えていくし、うん、そしてそういう中で賃上げを実現してそうです。はい、うん、あのこのより良い日本を作っていくということでよろしいでしょうか。よろしいです。立憲民主党はやっぱり現実的な政党でありたいですから。これはもうエネルギー政策も安全保障政策もちゃんと国の国民の生活を守りながらえ、そして皆さんのためになるように。 安心して皆さんに政策を見てもらえるような政党です。楽しみにしていてください。はい、じゃあ共に力を合わせて頑張らせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。はい。